関西お出かけおすすめスポット、関西おすすめお出かけスポット、行楽にお出かけにぴったりのおすすめスポットを私太平志郎、最後の弟子太平ガロが皆様に3分でお届けします。さあ今日ご紹介する場所は、農家の方が丹精込めて育てたひまわりが今年も100万本以上咲き誇ります。佐用町の南高ひまわり畑ご紹介しましょう。兵庫県の山の中、佐用郡佐用町南高地区はひまわりの町と呼ばれるひまわり栽培の盛んな場所なんやけんども、毎年7月から8月上旬まで南高地区6カ所で時期ごとにその地域の農家の皆さんでひまわり畑を開放していらっしゃるんです。ひまわり畑に作ったひまわり迷路や特産品の物産展、そして世界のいろいろなひまわりを集めたひまわり園など、佐用町南高ひまわり祭りが行われる7月の中旬から7月の下旬が特におすすめ。ずらりと広がった広大なひまわりが一斉に太陽の方向に向くのはとても見応えのある日本で誇る絶景です。もともとが田んぼなので、オタマジャクシやカエルちゃん、そして天然の用水路による足湯など、都会の方はその広大な自然ととても身近に触れ合うことができるでしょう。場所は JR 紀新線播磨徳佐駅徒歩20分、お車では中国自動車道佐用インターチェンジから車で10分です。西日本最大級のサンフラワーにおそらく度肝を抜かれることでしょう。今年も100万本以上の美しいひまわりがあなたをお待ちしていることでしょう。以上、関西おすすめお出かけスポットをご紹介しました。来週もお楽しみに。